スーセントマリー、スーセントマリーは、セントマリー側の傍らに位置するオンタリオ州の都市である。オンタリオ州北部では、サドバリー、サンダーベイに続いて3番目の人口規模である。人口74,566人、2001年、統計。座数とも通称する。都市の南側には、川を挟んで、アメリカ側のスーセントマリーがあり。 インターナショナルブリッジで行き来することができる。オンタリオ州北部の各都市と同様に、1990年代の初めから人口の減少が見られ、人口8万4千人から7万4千人まで落ち込んでいる。街の名は、セントマリー川の急流を意味するフランス語ソウルツで、サント・マリエに由来する。英語では、セインツメリーズ・フォールズとなるが、 普通語の語源的に数は、ジャンプや跳躍を意味する、その古い用法のスペルである。しかしながら、1600年代に使われていた、数の用法に、滝や急流を意味するものが残っている。現代のフランス語の用法では、同義語で首都やラピドが、より一般的で、数のほとんどは、17世紀に名付けられた地名に、限定して残っている。このエリアは、当初、 先住民オジブワ族の言葉で急流な場所を意味するバウティゴングと呼ばれ、セントマリー川で白身魚が獲れる季節にはオジブワ族の拠点となっていた。1623年に訪れた最初のフランス人はこの地をルイ十三世の弟オルレアン公爵ガストンを称え、スーデガストンと呼んだ。百六十八年、イエズス会のフランス人宣教師はスーセントマリーと改名し、 川の南側、現在のミシガン州に位置するスーセントマリーに入植地を開いた。1887年には調整となり、1912年には市制となった。第二次世界大戦中の1941年、真珠湾攻撃があったことで、船舶の重要な航路にあたるスーセントマリーの運が、拷門への防衛上の関心が高まった。 ドイツによる北からの攻撃に備え相当数の中東部隊が組織された。空路でノルウェーから街までの距離は街からニューヨークまでの距離と変わらないため射程圏の広い爆撃機が開発されたことで不意に空からの襲撃があるのではないかという恐怖が生まれた。これにより軍の防衛戦略は北極圏へと向けられた。 これを契機に防衛上の永続的な合同委員会と呼ばれるカナダとアメリカの合同委員会が運河を守るため米国空軍とカナダ空軍による対空防衛の重要な拠点を設置するに至った。対空防衛の訓練施設が数千トマリーの北100キロメートルスペリオル湖に面した場所に建設され、素速気球の導入をはじめとして 航空機の侵入を事前に察知するレーダーが5カ所、オンタリオ州北部に設置された。数年後の1943年、これらの多くの防衛施設は過度なものとして撤去されることになり、防衛の拠点として位置づけは縮小された。町は、製鉄が盛んで、アルゴマ製工が市内では単独での最大雇用種である。町には、アルゴマ製工などの製電会社をはじめとして、 クロム鉱山があり、軍や運輸関連の製品を生産する上で重要な存在であった。そのため、1940年代の戦時中、製鉄とクロムの生産は、カナダとアメリカに大きな重要性をもたらした。1960年代初期から1970年代にかけて、スーセントマリーは大きく発展した。しかし、製鉄の需要が著しく落ちて、 以降、製鉄業界は縮小した。アルゴマ成功も、倒産の浮き目に遭い、多くの人員削減が行われた。近年、アルゴマ成功は、オンタリオ州政府との合意で無利子のローンを返済する、ことで決着。2004年、アルゴマ成功は再び利益が出るまでに回復した。林業も重要な産業であり、業界では、セントマリー製紙が、町の最大手、 アウトソーシング業務であるコールセンターが町の新しい主要な産業として入っており、市内に入っているコールセンター5つを合わせると町最大の雇用体となっている。他の大きな雇用主はオンタリオロッテリーゲーミングコーポレーションであり、コールセンターとアルゴマ成功に続いて3番目の大きな雇用体である。イギリス系とフランス系が多数を占めるが、 イタリア系のコミュニティも多い。先住民の人口も顕著で、都市の近くに3つの先住民居住区がある。多くの人々が、オンタリオ州南部の大都市へより良い職を求めて移っているため、都市の人口は減少傾向にある。それでも14歳以下の人口は今もなお65歳以上の人口を上回っている。人口の91.6%が、イタリア系やフランス系。 イギリス系、スカンジナビア系、南ヨーロッパ系などを含むヨーロッパをルーツに持っている。先住民は7.8%、残りは中国系、アジア系、アフリカ系、フィリピン系など。宗教はキリスト教徒が圧倒的に多く人口の85.9%を占め、その中でもロマンカトリックが最も大きな勢力である。アルゴマ地区の行政府が置かれている。 ジョン・ローズ・センターにはスケートボード用のスケートパークがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。